皆さんこんにちは、スイチャンネルです。今回も前回に引き続き沖縄の海のサンゴの様子を撮影しに潜っているんですけれども、今回潜るのはボートダイブのポイントです。水深は約この今見えてる地点で、まあ、大体6メートルぐらいあるんですけれども、海底一面入った瞬間ですね、目の前にたくさんのサンゴが飛び込んできました。ほんとすごいですよね。海底を埋め尽くすぐらいのサンゴの量って、まあこれぞ沖縄だなって興奮したんですけれども、ただここもですね、前回の動画と同じく結構ね被害が大きかったんですね。さて前回の動画では沖縄本島の中央部、まあ、場所で言うと恩納村というところなんですが、そこのビーチポイント、まあ、一番浅いところのサンゴの様子をご紹介したんですね。でこれがね本当に潜ってて悲しくなるんですよね。辺り一面たくさんのサンゴがあるんですけれども、もうそれが全部ね死んでいたんですね、まあ、ほぼほぼ死んでいました。浅瀬はねこうした深刻な状況が起きていたわけなんですけれども、今回は少し水深の深い場所ではどうなっているかを見ていこうというわけなんです。ああそうだ、今日は声解説だなって思った人も多いかなと思うんですが、まあ、正直ねあまりに事態が複雑で、まあ、ちょっとテロップよりも声で解説を今回はさせていただこうと思います。というわけで早速見ていこうと思いますが、まあ、サンゴの調子の良し悪しはまずパッと見て白くなっているサンゴに関しては、いわゆる褐虫藻というですね共生している生き物が、まあ、出ていっちゃってるんですね、まあ、ですのでサンゴ自体の骨格の色が出て白く見えるということで、まあ、白く見える白化しているサンゴは調子が悪いというのは皆さん、知っている方も多いんじゃないかなとは思うんですが、ただねもう一つ問題なのは、その発火を通り越して表面に苔が生えてしまうとですね、もうサンゴ自体死んじゃってるんですね。でこれパッと見て皆さん、どのサンゴが生きていてどのサンゴに藻が生えた死んだものか分かりますか？これ僕ねあまりにちょっと衝撃だったので、にわかには信じられなかったんですよね。で何かというと、この今映っている茶色いサンゴですね、これはねもう死んでいるんですよ。で一方でまだ生きていると一番分かりやすいのは白くなっているサンゴですね、これはまだギリギリ生きて耐えております。そしてあとはねピンク色だったり紫色だったり、まあ、黄緑がかったりという色のサンゴに関しては生きているサンゴなんですね、まあ、状態がいいサンゴはしっかりとねこう色味、まあ、サイドというかねカラフルな色をしているので少しわかるかと思います。今回も案内してくださっているのは恩納村のダイビングサービススローライフというお店です。この前を泳いでいる方がオーナーの木戸さんという方なんですけれども、以前から知り合いで仲良くさせていただいていまして、今回もがっつり潜らせていただいております。そしてぜひですね、もし見られている方でダイビングされている方がいれば、今年中、できれば今年中にこの光景を見に行くことをお勧めします。今はまだサンゴが死んだばかりっていうこともあって、魚たちもね今回もたくさん見ることできてとっても綺麗だったんですね。ただもう来年以降はですね、サンゴいなくなったことでどん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 生き物が減っていって、でまた元の姿に戻るのは、まあ、10年からもしかすると20年以上かかるかもしれません。20年後って言ったらね、もう私もまた潜れるのかなって不安になるような年月ですので、まあ、今のうち潜れる方はこの光景を見に行くことをお勧めします。いやーでも潜ってみて本当に驚いたのは、撮影したの10月初旬なんですけれども、まだまだたくさんね白化しているサンゴも多いんですよね。そして正直ね、まあこれどのサンゴが生きているのかあるいは死んでいるのかっていうのをこうパッと
と見ではね、すぐには見分けがつかなかったんですよね。ですので、ちょっとね、近寄って茶色くなっているサンゴを見てみることにしました。このサンゴの茶色くなっている部分に試しにちょっと手で仰いでね、水流を当ててみるとですね、なんと表面がね、ちょっと動くんですよね。こうファサファサっと。つまりこの色に見える部分はですね、もうサンゴが死んでしまって表面に小さな藻が生えてしまったところというわけなんですね。それを踏まえて改めて見てみると、まあ結構な割合で藻が生えてしまってるサンゴがあったんですよね。いやすごいですよね。これ左の方もそうですし、右奥の方とかもね、結構たくさん藻が生えて死んでしまってたりしますね。続いてもっと深い場所のサンゴの様子を見に行ってきました。これはサンゴ礁があるところで潜るとよくある地形なんですけど、ちょうどサンゴのね、いわゆる礁の切れ目、リーフの切れ目にあたるところって崖みたいにね、こうガクッと落ちてるんですね。手前はだいたい6メートルぐらいだったのが、もう一歩前に出ると海底は20メートルとか30メートル、この地点はね、多分30メートル超えてたんじゃないかなと思います。透明度がね高い海ですので、海底がちゃんと見えるから意外と近く見えちゃうんですけど、何も考えずに下まで降りちゃうと戻ってくるとき大変な目に遭っちゃいますね。そして結構ありますね、白化したサンゴね、ちらほらと見えております。でこの時点でもう水深10メートルぐらいのところなんですけれども、このようにね、もう白くなっちゃってるサンゴですね。これも枝サンゴではないんですけれども、枝サンゴだけじゃなくてこういうね、板状のサンゴもなかなかたくさんね、白化している様子が見られました。水深15メートルを超えたところにあったサンゴなんですが、白化してるのがね、なんかこうまだらになっちゃってるんですよね。でこの白くなってる部分以外は元気なようなんですけど、なんでね、こういうスポット的になるんだろうってちょっと不思議になるような、そんな白化の仕方をしていました。ざっと下の20メートルぐらいのところを見て回ったんですけれども、浅瀬ほど多くはないですが、白化しているサンゴはちらほらありましたね。海から上がった後に伺ったんですが、今年の夏沖縄の海は水深30メートルぐらいまで水温が30度ある日もあったそうなんですよ。恐ろしいですね。そりゃ深いところも白化するわって感じですね。で今大根を見てて17メートル地点で28度、いやこれも高いですよ。この船で潜ったポイントも発火したり、あと死んでしまったサンゴも少なくなかったんですけれども、ただね、結構希望もちゃんとあったんですね。まずこのガイドさんが教えてくれたサンゴなんですが、これはね、1ヶ月ほど前はもっと白かったそうなんです。でそこから水温が下がって最近ね、回復してきてるということでした。でよく見るとね、先端は白いんですけど、ちゃんと内側はね、色が戻ってきてるのがわかると思います。実はサンゴって褐虫藻が抜けて白化してしまっても、ちゃんとサンゴが生きてるうちに周りの水温が下がって環境が整ってくると、褐虫藻また体内にね、戻ってくるんですね。ですのでようやく水温が下がってきたことで、生きているサンゴたちも徐々に回復し始めてるということです。そして前回の動画で紹介した浅瀬のサンゴと大きく違う点、それが実際に死んでしまったサンゴの量が全然違うんですね。浅瀬の方はもう本当にほぼ全てのサンゴが、9割以上のサンゴが死んでしまってたんですけれども、この場所はね、
大体ざっと見た感じ、まあ5割ぐらい死んだのと生きたのと半々といった感じですね。今映ってるこのサンゴ、手前は白くなってまして、で上の方はちょっと戻ってきて色を取り戻しつつあるという状況で、ただ全体的にはまだまだ白いところが多いんですけれども、中央のあたりはですね、少し今度は色が茶色っぽくなってるんですね。でこれは苔が生えてしまって、もうこの部分に関しては戻ってこない部分ですね、死んでしまったところということになります。でよく見ると沿岸で、まあ、石みたいになってたサンゴと同じようにですね、まあ完全にもう死んで、なんて言うんだろう、岩のようになってしまったサンゴもちらほらちゃんとあったんですね。ただもうこれはね、正直私も昔からあるのか今年なったのかパッと見ではわからないですね。でも沿岸はわずか3ヶ月で本当こんな風になってたので、もしかしたら生きてたサンゴかもしれませんよね。このサンゴもすごかったですね。もう真ん中のちょっと薄茶色になってるのは死んで苔が生えてる部分なんですけど、まあ、発火してる部分もあれば、ちょっとずつ戻ってる部分、あるいはそもそも発火してない部分が一番多分左側の色の濃ゆいところだと思うんですよね。でこれね、まあ、要はサンゴも必死に生きようとしてるのがなんか伝わってきますよね。このサンゴもね、すごいんですよ。もう生きてるところは左端に色がついてるところのわずかな部分しかなくて、右の方の薄茶色のところは、まあ、死んだ後しばらくして苔が生えてて、で一番右端さらになんか黒っぽくなってますよね。もうこれはしばらく死んでしばらくして、よりなんて言うんだろう、色の濃ゆい藻が生えてきてる部分ですね。岩みたいになってってる部分っていうことですね。でこれとかはもう完全に死んでますし、これも死んで時間が経って、まあ、岩になっていってるっていう感じですよね。いやーすごい。今年起きたこのサンゴの大量白化とそして壊滅的な状況っていうのは、やっぱり夏場の高水温が影響してるわけなんですけれども、その点でいくとこの船で行くポイントっていうのは潮が流れてたり水深も深かったり、まあそういった影響もあってか、沿岸部に比べるとだいぶまだ希望が残ってるかなという感じですね。特に今水温が下がり始めたということで、この付近で頑張って生き残ったサンゴたちどんどん回復してきてるそうですので、おそらく今後沿岸のサンゴも含めて、まあ、今回壊滅してしまったサンゴが復活していくためには、こうした、まあ、ちょっと沖合の方だったりやや深い水深帯に生えているサンゴたち、まあ、そのサンゴたちがね、産卵していく環境っていうのを守っていくことができれば、時間をかけて徐々に復活していくんじゃないかなっていうふうに感じます。まあただやっぱり見た感じ、本当にねギリギリ生き残ってるっていう印象が強いですね。ですので来年以降も同じようなことが起こってしまうと、もしかするともっとひどい状況になるかもしれないです。ということで次回の動画では、今回のサンゴが壊滅することになった原因や、減ってしまったことによってどんな変化が生態系に起きていくかというところをですね、紹介していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。